どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月4日の火曜日なんですけれども、今回の動画は岡田監督が明かした佐藤選手の1軍昇格プランについて、佐藤選手は抹消になって以降、2軍で奮闘を続け、和田2軍監督も常に前向きな言葉をかけ続けてきました。で、そういった中でついに佐藤選手の1軍昇格が明らかになったということで、岡田監督は一体どういう起用法を考えているのか、そして近本選手の状態心配ではありますが、どんなスタメンが考えられるのか、この点についても深掘りをしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは、本日明らかになった佐藤選手の1軍昇格プランについて、佐藤選手は皆さんご存知の通り、6月の25日で登録抹消。報道が出た時はタイガースファンの中でも様々な意見が出ましたが、今シーズンの佐藤選手の1軍成績、ここまで64試合に出場して、227打数52安打、打率が2割2分9厘、ツーベース16本、スリーベース3本、ホームラン9本、打点が38、四死球合計33個で、盗塁が5つ、出塁率が3割2分6厘、OPS が771、得点圏打率が2割2分という数字。佐藤選手が離脱した時点のホームラン9本という数字は、タイガースの中でトップでしたし、間違いなくタイガースの得点力に欠かせない大きな存在ではあったと。ではなぜそんな佐藤選手が抹消になったのか、それは一時期よりも打撃の状態を落としていた、これもあります。というのも5月は92打数25安打、打率が2割7分2厘、ホームラン5本出て、打点も22稼いでいましたし、OPS も869ありました。ただ6月は16試合で56打数10安打、打率が1割7分9厘、ホームラン1本8打点、OPS が6このように6月は全体的に苦しんでいた。もちろんこれもありますが、平田ヘッドが挙げた一番の理由が初心に戻れということなんですね。で、平田ヘッドの当時のコメントですが、初心っていうか、もう一回しっかり鍛え直してやってこいということです。若いやつと一緒にやったりするんで、見本にじゃないけど、とにかく若いやつも佐藤の練習から見てるんでね、そういうところも意識せなあかん。やっぱりそういう選手なんだから、そういうところも含めてもう一回しっかり鍛えて帰ってこいということですと、このように説明。ですので野球面はもちろん、それ以外の部分でももう一度気持ちを入れ直して戻ってきてくれ。首脳陣としてそういう考えがあったということです。で、そんな佐藤選手は抹消になった6月の25日から練習試合含め2軍で合計6試合に出場してきました。で、そんな佐藤選手に対して毎日前向きな言葉をかけ続けたのが和田2軍監督なんですね。というのもまず抹消当日の6月25日、佐藤選手はいきなり5番サードでね、2軍戦に出たんですが、いきなり3安打を記録。で、その時の和田2軍監督のコメントですが、今朝顔を見て全然落ち込んでるとか凹んでるっていうあれじゃなくて、やりますっていう強い言葉もあったし、あの顔見たら大丈夫かなと、そういう気持ちでグラウンドに入ってきたからね、練習見ても全然ダラダラしてるところもないし、しっかりやっていた。これを続けていけば、また呼んでもらえる日も来ると思うんで、そこまでしっかりやってほしいと、このようにコメント。そして6月27日の練習試合終了後、打席でも内容悪くないし、きっちり仕事はしている。野球以外のところでもヘッドにしっかり言われてきてるんで、それを忠実にやろうとしてると、このように評価。で、さらに6月30日の2軍バファローズ戦終了後、この日佐藤選手は3本ヒットを打ちましたが、本人もこっちで下手な姿は見せられないという気持ちで、非常に集中してゲームセットまでやってくれている。なるべく早く戻るんだっていう気持ちがプレーに出てるよねと、このように称賛。そして翌日7月1日の2軍バファローズ戦、佐藤選手は練習試合含めた実戦出場5試合目で初の無安打に終わったわけなんですが、毎日打てるわけではない。その分守備も走塁も姿勢としては気持ちの出てるプレーが非常に多かったと、このようにたとえヒットが出なくても和田2軍監督は常に佐藤選手のお尻を叩き続けたと、その成果もあってか佐藤選手は2軍で練習試合含む6試合で打率3割6分4厘をマークしました。さあ、でこういう様々な背景があって本日佐藤選手の1軍昇格プランというのが明らかになりました。で、そのことについて岡田監督のコメントですが、甲子園やろ、そんな慌ててあげる必要ない。広島は近いけどな、福岡からやったらと、このように説明。今日からタイガース2軍は福岡でホークス3連戦があるわけなんですが、広島からは近いけれども、甲子園であげる。ですので7日から始まるスワローズ戦、ここから佐藤選手が合流するというプランですね。一応佐藤選手の最短昇格日は7月の5日。ですのでこのカープ3連戦の真ん中からね、佐藤選手は戻ってくることはできるんですが、ホークス3連戦、しっかりそこで調整して甲子園から戻ってくるというのが佐藤選手の1軍昇格プランで、タイガース1軍はこの7月7日のヤクルト戦からずっとね主催ゲームが続くんですよ。この7月7日から9日、スワローズ3連戦は甲子園、そして11日から13日、これベイスターズ3連戦ですが、1日倉敷がありますが全て主催ゲーム。そして来週金曜日は試合がなく、15日の土曜日からドラゴンズ3連戦、これ全て甲子園です。ですのでタイガースはオールスターまで、今日から始まるマツダスタジアムでのカープ3連戦を終えると全て主催ゲーム。ここで佐藤選手が爆発できるかどうかというのはめちゃくちゃ大きなポイントになるわけですね。で、先ほどもご紹介した通り、佐藤選手は2軍で練習試合含む6試合で打率3割6分4厘をマーク。ただ岡田監督はそこまで数字を重要視していなくて、ファームのピッチャーやったら打つやろ。普通にやったら打つよ。打たんより打席の内容、そういう姿やなと、このようにコメント。ですので、やはり岡田監督としても、今回の抹消に関しては、打席の結果はもちろんのこと、グラウンド内外の取り組みの姿勢を見直してもらう、そういう狙いがあったのかなという風に感じますね。その辺、和田も知っとるからちゃんとやっとるやろと、こういうコメントも出していますが、佐藤選手がどういう姿を見せてくれるか、佐藤選手が抹消されている間のね、サード運用に関しては、右ピッチャーなら糸原選手、そして左ピッチャーなら渡辺選手、こういう起用法も続いてますよね。で、佐藤選手がサードを守っている時は1試合フルで守る、そういう背景がありましたが、佐藤選手が抹消されて以降は糸原選手や渡辺選手がスタメンで起用され、その後は守備固めで熊谷選手が入る、そういう流れも続いています。ですので、今シーズンのタイガースのサード運用、佐藤選手が62試合、渡辺選手が7試合、そして糸原選手、熊谷選手が6試合、こういう流れになっています。で、岡田監督は今回の佐藤選手の1軍昇格について、今度上がってきたら左ピッチャーやからスタメンから外すとか、それはもうあかんからなと、このようにコメント。ですので、もう佐藤選手が1軍昇格果たした際は、もともと岡田監督が掲げていたプラン、佐藤選手の完全固定という形になりそうです。ですので、佐藤選手からすれば2軍調整期間は残り3試合、しっかりやることをやって、やるべきことをやりたいですと、このようにコメントしていますが、大歓声のもとにね、佐藤選手が戻ってくる、ちょうど七夕に戻ってきますから、佐藤選手の復活大爆発というのが、我々タイガースファンの七夕の願いです。で、今回佐藤選手が1軍昇格を果たす、そして左ピッチャーの時でも外さないと、岡田監督自らがこのように語ってるということは、右左問わず、佐藤選手は5番で固定でしょうとなった場合、左上の方に対右ピッチャー対左ピッチャー、こういうスタメンになるんじゃないかと、そういうメンバー書かせていただいておりますが、これは一旦近本選手が試合に出れるという前提のもとではありますけどね、3番というのもかなり重要になってきますが、岡田監督とすれば、佐藤選手が戻ってくる、本来の形になるわけですからね。そこで再び本来のチームの形を取り戻すために、ノイジー選手3番、そして前川選手の6番、これは考えられる流れかなと。そして左ピッチャーの時でも前川選手を起用する、その可能性というのも十分にありますが、ミエセス選手の打席内容非常にいいですからね。ミエセス選手がライトに入って、ノイジー選手がレフト、この形も十分に考えられるかなと、それもこれもなんとかね、ノイジー選手に状態上げてもらわないことには、両翼の起用法というのは難しくなってきますからね。個人的には前川選手からすれば大山選手が後ろにいた方がね、打ちやすい部分もあるのかなというふうにも感じつつ、近本選手がどうかというのも気になる部分。一応近本選手は現時点でカープ3連戦に備え新幹線で広島入りと、そういう報道というのもあります。ただその中で休養を与える可能性というのも十分にありますから、右ピッチャーの時は島田選手がセンター守って、左ピッチャーの時は2軍でセンター経験ある森下選手、この可能性もあるかなということで、とにかく打線の中心である5番、ここに佐藤選手が戻ってくるというのは大きな要素ですから、今後一体どういうメンバーが組まれていくのか。で、そういった中で最後になりますが、佐藤選手が七夕で戻ってくるということは、このタイミングで入れ替えが発生します。で、現状のタイガースの1軍登録枠を確認すると、今は30人なんですね。ただこの30という枠に関しては、昨日才木投手が抹消になっていて、その分日曜日に青柳投手を登録しますからね。ですので、実質今はもう枠はパンパンという形ですので、佐藤選手の昇格に伴って誰が抹消になりそうなのかというところなんですが、佐藤選手の入れ替えで1軍に上がってきたのは熊谷選手なんですね。ただ熊谷選手のね、岡田監督の起用法というのを見てると、主に守備固め、そして代走という形ですよね。佐藤選手が戻ってくるということは、再びサードの完全固定というのが濃厚ですから、1試合フルで佐藤選手が守るという形になりそうとなれば、現状サードの守備固めとして試合に出てる熊谷選手はどうかなというふうに思いつつ、個人的にもう一人気になるのが上田選手なんですね。熊谷選手と上田選手はここ数年、代走守備固めのスペシャリストとしてね、ずっと1軍で活躍してくれていますが、上田選手が結構牽制でアウトになってしまったり、一番の武器である足をなかなか活かせていないという状況がある。熊谷選手も上田選手も両方内野だけではなく外野もこなすことができますからね。その中で現状6人登録されている外野手の誰かを抹消する、これもあるかもしれませんが、近本選手の状況を考えるとね、本職の選手はできるだけ残しておきたい、そういう背景もあるかなということで、個人的には野手なら熊谷選手か上田選手で、ピッチャーならね、またちょっとかわいそうな流れになりますが、まだ登板のない岡留投手、オールスターまでみんな頑張ってくれという形で7人で中継ぎを回す、その可能性もわずかながらはあるかなということで、今後一体どういう入れ替えがあるのか、この点も注目していきたいなと思います。はい、ということで今回の動画では、岡田監督が明かした佐藤選手の1軍昇格プランについて、そして今後の入れ替えについて思うこと、この点についてもお話をさせていただきました。佐藤選手の1軍昇格に伴ってどういう入れ替えがあるのか、この点も注目ポイントになります。とにかく佐藤選手がね、復活して爆発してほしい、これが七夕の願い。今後の佐藤選手も注目していきましょう。皆さんは佐藤選手の1軍昇格プランについてどう考えますでしょうか。よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者4万4100人突破、いつもありがとうございます。とうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者4万5,000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホー、ありがとうございました。佐藤選手や青柳投手が1軍に戻ってくる、本来のタイガースの形になりつつあります。今後の戦いも引き続き注目していきましょう。ではまた。